ドイツ人の私がですね、一人で居酒屋に行くっていう習慣について説明していきたいと思います。最近なんかツイッターの方で、なんかお酒飲もうよっていう DM が増えてるのはすっごくありがたいことなんですが、私はね、一人でお酒飲むのが大好きなんですよ。一人で家でビール飲むのもすっごい好きだし、あとね、もう一つ、多分普段なんか女子がやってないことをやってます。それはですね、一人で居酒屋に行くことはすっごく好きなんですよ。で、1年前東京から大阪に引っ越した時はですね、もうすっごくてすごくて感動したのは、大阪でビールめっちゃ安いんですよ。ビールも安いし、ハイボールも安いし、コクテルも安いし、大阪ってなんかこんな安くって良いお店あるのみたいな感じに日々のように感動してます。で、うちがどんな時に居酒屋に行くと、それはですね、まあ普通の人と全く同じ感覚でイライラしてる時に行きます。イライラしてる時は激安の銭湯に行って、なんかいろんなおばあちゃんたちにこうね見られて、すっごい嫌な思いしたけど、お風呂って気持ちいいじゃん。で、その後なんか何でもいいから安い居酒屋に入るとね、すっごい楽しいんですよ。知らない人だらけの中でヤッホーみたいな感じで入ってきて、ビールくださいって言って、なんか友達作るのが楽しいですね。だから、そんななんかこうアップを取ってお酒飲むんじゃなくて、その時ね、その気分によって一人で行くのが好きなんですね。だから友達と行くっていうより一人で行くのがめっちゃ好きなんですよ。あとね、家で一人で飲むのがすっごい好きなんですよ。いや、その話をなんか女子にするんですよね。女子は夜一人で居酒屋派の怖くないとかなんか言ってくるんだけど、ね、そうじゃなくて、うち一人で居酒屋に入るっていうか、一人で居酒屋を飲む企画あったんですよ。どういうことかと言いますと、当時私は、早稲田の大学院生で、もう一生懸命アルバイトして、お金はそこそこあったので、で、その、こう、新宿区に住んでたんですね。早稲田って新宿にあるから。で、あたりって、女子って一人歩くとね、変な男性に話しかけることって結構あるんですね。確かに山手線で男性グループ4人ね、すっごい寄ってて、うちより身長高くてでかくて寄ってる姿で、ねえねえお姉さんどこから来たのみたいな感じで、なんかずっと山手線で話しかけられたんですね。30分ぐらいで、こっちめっちゃ怖くて、だから途中からなんか駅で降りて、なんか違う電車の方向に行って、ちょっと逃げたんですね。逃げて、無事実験で、日本人さ、そういう時めったに手伝ってくれない。隣見ても黙ってしか見ないじゃん。で、こっちは困るじゃん。で、イライラするし、向こうもついてきてくないから安全じゃん。セーフ。でも、やっぱすごいなんか、その時は、こう気持ちがこうね、ドキドキすっごいしたし、やっぱビール飲みたいなと思ったんだよね。で、ずっと新宿の帰り道に、うち気になってたお店があったんですよね。なんかすごいおしゃれで、学生だったら多分なんかこう少し高めだから入れそうにないんだけど、なんかこうちょっと高くて雰囲気良さそうで、女子でもなんか多分安心して飲めるなと思った時に、こう一人で入ってきたんですよね。なんかそのショック受けてイライラして、でビール飲みたいなと思ってキラキラして水に入ったら、もうすっすごい楽しくって、こうカウンター席なんですよね。で、キラキラして綺麗な雰囲気のカウンター席はですね、もう本当におすすめで、もういろんなお客さんいたんですね。男性の方も女性の方も、これ、で、うちが入ってビールくださいみたいな感じで行ったら、なんかこう、こう話すんだよね、隣の人が。別にこっちから話しかけるんじゃなくて、向こうが、なんか金髪珍しいからどこから来たのとか、なんかこう、何してるのとか、なんかこう友達になれるじゃん。で、うちはその時になんかこうさっきこういうことがあってちょっと悲しい思いしたんだけど、ここ来てみんなこうね話しかけてくれて、なんかこうすごい嬉しいよ、よかった、ありがとうみたいな感じで、まあ本当にそのお店は一人でよく通うようになりました。毎回さ、行くたびに、まあ新しい友達を作れるわけでもないんですけど、なんかそういうさ、大人になっても、なんか知らない人と知り合うっていうか、知らない人と友達になることって私は割と好きなんですよ。みんなどうですか？知らない人とたまにお友達になったりします？そんなことをコメント欄で教えてください。あと、みんなどうですか？一人で居酒屋行ったことあります？
まあ、もし大阪でおすすめの情報あったら教えてしてください。もしかして一人で今度大阪どこかの居酒屋に行くかもしれない。でもその時に限って一人で来ますから。